側、ネクスコ東日本です。午前10時50分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに、外観を大泉方面へ走行中の方にお知らせします。川口ジャンクション、東北道方面へのランプを先頭に、交通集中のため渋滞しています。続いて、東北道を宇都宮方面へ向かわれる方にお知らせします。事故のため、浦和料金所を先頭に川口ジャンクションまで4キロほど渋滞しています。続いて、関越道を新潟方面へ向かわれる方にお知らせします。鶴ヶ島インターを先頭に12キロほど交通集中のため渋滞しています。ハンディラジオ、外観、川口東よりお伝えしました。あなたに実装です。ネクスコ東日本。